はい、前のお気にラブリーゲームです。今回もサブシステムスの続きで遊んでいこうかなと思います。で、前回ねラベルを作ったところで終わったんでしたよね。またね、夜が明けたらね、素材集めに出かけたいんですが、で今ね、電気に少し余裕があるんで、リファインしてる状態ですね。で、またね、動物小屋もね、クラフトしてどっかに設置したいんですが、どうにしようかな。なるべくね、インハウスで動物をね、飼いたいなと思ってるんですよね。別にね、外にね、設置してもいいんですけど、逃げ出しちゃう可能性がね、ありそうなんで、なるべくね、四隅を壁で囲って、で家の中で、飼うようにしたいなと考えてます。家のね真下に川が流れてるので、まあここには設置できないと思うんですよね。箱が落ちてるね。なので設置するとすれば、ここを拠点を拡張するか、できればねこういう板の間にね直接置きたいんですが、それはねさすがに難しいと思う。反対側もね、ちょっとスペースがあるんですよね。まあ、ちょっとね、平坦ではなく斜めな感じなんですが、ここに動物小屋を設置してもいいですけどね。まあじゃあ明るくなってきたんで、また素材集めやっていきましょうか。食材集めもそうなんですが、早くね冷蔵庫を作りたいですよね。ああ、ウサギが逃げていくね。ここにもウサギがいるのか。結構近かったですけど逃げませんでしたね。あ、で薪ストーブに燃料を入れてくるの忘れたね。まだ拠点からそう遠く離れてないので、一度戻って薪ストーブにね、燃料だけ継ぎ足しておきたいなと思います。ついでに、先ほど仕留めたこのウサギも調理して
中ね、お腹が空いたら食べることにしましょうか。野菜とかはね、おそらく途中で手に入ると思うんで、そんなに持っていかなくてもいいかなとは思ってるんですが。まあ、これだけあれば十分でしょう。あっと、レベル2の狼か。どうしよう。倒せないこともないけど。倒そうか。うやっちった。ちょっと待って。死んじゃいましたね。しかもレベル3か。いやはい、じゃあこれで終了ということで。そう、まあ仕方ないですね。じゃあどうしようかな、また始めるんだけど、まあせっかくなんでね、またハードコアで始めたいなっていうのはあるんで、もう一回ねハードコアでやっていきましょう。日の長さは、あ、年の長さは48日倍ですね。で、ハンターはリベンジアタックのみと。はい、じゃあこれでまたやっていきましょうか。はい、せっかくね順調に休んでたんですが、また何もないところからのスタートですね。気合を入れてね遊んでいかないとすぐやられてしまうので。まあね、なんとか生き延びていきたいと思います。
今回拠点の場所はどこに作ろうかな。また、滝の上でもいいんですけど、まあ、久しぶりに既存のマップというか、新しくね、追加されたマップじゃないところに拠点を立ててみましょうか。とりあえずね、初日なので、木材集めと、あとは箱をね、どんどん開けていきたいなと思います。で、なるべくね、水に近いところにね、拠点を立てようかなと思いますんで、そうなってくると、湖のほとり。さす、うわ、ちょっと待って、ちょっと待って。はい、これがあるんですよね。レベル5。そりゃ無理だな。はい、じゃあまた気を取り直してやっていきましょう。ハードコアで48。で、拠点の場所はね、どこがいいかな。なるべく真ん中あたりに作って、で、新しいマップにもね、行きやすい場所の方がいいですね。ってなると、池のそばに拠点を作りましょうか。まあそうするとですね、ハンターも水辺にね、来ることもね、あるんですが、まあそこはね、やられないように気をつけながら遊んでいくことにしましょうか。いやー、この辺りのマップも久しぶりですね。じゃあどんどんね、木材を集めていきたいなと思います。
今回箱が落ちてないですね。まあ見つけられてないだけかもしれないですけど。潜ったところで海藻が一つあると。一つだけ。近くにね、狼やら熊やらがいるので、なるべく避けていきたいんですが、あそこに一つ箱が落ちてる。あ、ちょっと待って。近くにいるのか。で、追ってきてるね。なるべく追ってきてるのを巻きたい。無事に負けたかな。ただこの先にもレベル3の狼。今回はですね、この辺りに拠点を立ってみようかなと思います。まあここだとね、水が足りなくなれば目の前がすぐ池なので、ここで水分を確保できるという具合なんですが、まあ比較的ね、土地も平坦なので、狼とかがいれば、さっきみたいにね、崖に追い詰められることもなく、まあ、もしいれば気づきやすいと思うんでね。まあ、さっきのところよりは生き延びやすいような気がしてます。じゃあとりあえず今晩を過ごすための準備ですね。まずはウッドファウンデーションは作れない。木の棒を作れと。でキャンプファイヤーを作るという感じですね。全然素材が足りてないですね。
箱が落ちてるぞ。周りは大丈夫そうかな。オッケー、リンゴ。ちょっと待てよ。初日なので、いろいろ不足してますね。水と食料。空腹も、やや、感じてるといった具合でしょうか。箱をね、開けていきたい。やばいね。箱を開けていきたいんですが、落ちてないんですよね。お、あそこに一つあるけど。熊がいて、で今狼に追われてる？ああ、追ってきてはないみたいだね。ちょっとあそこの箱開けようか。熊もおそらく気づかれないと思うんで。あとは、ファイアースターティングキットですね。これも作っておきましょう。で、食料がほとんど手に入らない状態なので。アニマルトラップですね。これも作っておきたいなと思います。はい、あと木の枝も必要というところなので作っておいて、出来上がるまで素材集めですね。はい、じゃあアニマルトラップはですね、どこに仕掛けようかな。なるべくね、拠点を建てる予定地より近いところ、この辺りに設置してみようか。まあ、わかりやすくこの辺にしとこうか。で、中に餌を入れると、
はい、今のうちにね、ウッドプランクもどんどん作っておきたいなと思います。で、そろそろプロテインがやばくなってきたね。あ、建築の箱、中に釘が入ってれば矢を作れないのか。確か羽もまだ手に入れたいなったよな。とりあえず弓だけ作っとこうか。今の状態だともうニアミスした時点で一発アウトなので、本当に気をつけながら遊んでいきましょう。いやー、鶏とかいるんだけどね。弓矢がないっていう状況ですね。じゃあそろそろ、あ、魚釣りでもいいけど、これも素材不足。ちょっと待って、プラントファイバーが足りてない。この上に狼か。レベル2ですけどね。おお、ちょっと待って、イノシシか。あ、逃げていくんだ。あまり攻撃的ではないみたいですね。いやー、これは取れなさそう。残念。ねー、いろいろ足りてないぞ。まあ、一つずつね、集めていくしかなさそうですね。素材が集まるのが先か、力尽きるのが先かといったところですね。はい、じゃあ弓だけ作っておきましょうか。
あとね、羽さえあれば矢を作れるんですが、木を切ってる場合じゃないね。箱を開けていってですね、ああ、体力がない。この辺りにも箱はなさそうですね。まあ、熊やら狼やらもいないんですが。草がある。で、まだね、日、明るさは。もう少し時間がありそうかな。どんどん移動してね。オオカミとかは避けつつ。箱をね、見つけていきます。配送とかも今のところはないみたいですね。で、ここだとあれか、イモムシ、ツリーグラブがちょっと手に入りにくい感じかな。そこに箱が落ちてるけど、さっき狼がいたところじゃないかな。もういなくなってるみたいですね。はい、じゃあ奥にね、武器の箱もあるので一緒に開けていきます。メディカルコンテナがね、あれば羽が入ってる可能性はいくらか高まるんですけどね。
アニマルトラップに動物がかかってますね。はい、じゃあもう体力の限界なので一度キャンプファイヤーをね置いて、で早速ウサギを食べましょう。で、あと喉も渇いてくると思うんで、おー、なるほど、水筒も一つ作っておきましょうか。はい、じゃあね、夕暮れ時ですが、まだね、少し明るいので、引き続き素材集めやっていきたいなと思います。この辺りにね、箱がスポーンしてくれればいいんですが、そういうわけにもいかないみたいですね。お、ここに一つあるね。建築のことだけど、ああやはり釘と鉄くずですね。あ、ちょっと待って、やばいなこれ、走れない。ここに箱がスポーンしてる。クマは来てるね。ちょっと、あー、やばい、あー、ダメだ。レベル4のクマか。はい、じゃあですね、まあ時間もいいところなんで、今回はこの辺で終わりましょうか。はい、皆さんもいいゲームライフをお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。